第102回全国高校サッカー選手権大会の埼玉予選決勝が11月4日、埼玉スタジアム2002で行われ、連覇を目指す翔平と5年ぶりの頂点を狙う浦和南が激突。2対0で昌平が勝利し、2年連続6回目となる本大会へ駒を進めた。出場校一覧、第102回選手権。 全都道府県の代表校決勝スケジュール同大会の決勝では、5年ぶりの顔合わせとなった戦いは、立ち上がりから将平が攻勢を強める。開始5分に左サイドでの味方の折り返しから、U から17日本代表の1年生 MF 山口が放ったシュートは枠を捉えられず。なかなか相手の剣手を崩しきれない。それでも前半28分に先制。右サイドで仕掛けた田中が、 カットインから左足で狙うと、シュートが相手 DF に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。後半も昌平が主導権を握る中、浦和南も速攻からやゴール前へのシンプルな浮き玉のパスからチャンスを作るが、フィニッシュまでは行けず。昌平はその後も相手陣内に押し込み、テンポの良いつなぎから後期を喪失。すると後半32分。 左サイドで受けた三浦が見事なコントロールシュートでネットを揺らし、追加点を奪った。このまま終了し、解消を収めた昌平が12月28日に開幕する本大会への出場権を獲得した。